ではまあちょうど計算通りの時間になっているので、ここから議論パートに行きましょう。今日はですね、まあそのためにちょっと他のゲームシーンのホイシンさんとかにもお越しいただいているんで、はい、ちょっと話をしましょう。はい、今日の議論、スマブラ勢元来の姿、今日はそのシグネチャーっていうのは、まあスマブラ勢元来の姿を追求する話って言いましたよね。じゃあ、はい、これって昔は大会運営と参加者が一体感あったからだと思うんですよ。この大会の奇跡の復活劇が遂げられたのは。まあ、奇跡があるからじゃないですか。はい、そうですね。そうですね、はい、これが元来の姿なんで。じゃあ、うんうんうん、今、大会崩壊したら、今、日本で大会が、会場が崩壊したら、皆さんモニターを運んでくれると思いますかっていうのが、今日の議論です。まあ、ホイシンさんとかにお尋ねしたいのは、ホイシンさん自身がやってらっしゃるイベントとかで、RTN Japan、多分オフが復活すると思うんですけど、はい、会場、はい、崩壊よその会場なんで、これ、はい、壊れないと思うんですけど、まあ、隕石とか落ちるかもしれないじゃないですか。そうですね。隕石とか落ちたら、まあ、みんな、手伝ってくれると思いますか。いや、あれなんですよね。多分モニターがどうかっていうのはまたわからないんですけど、椅子みんな片付けてくれてました。はいはいはい、はい。っていうストーリーでもいいですかわかんないですけど、はい。それは重要エピソードですね。はい。まあ、スマブラの大会もそうだと思うんですけど、はい、大会終わりました。配信も終わりました、お疲れ様ですってなった時に、みんな立ち上がってあんまり何も言わなくても自然と座ってた椅子を持って集めるとこに持ってくっていうのが、確か最後の RTN Japan、まあ、最後っていうか開催会場で最後にやった2019年年末もそうだったんですけど、はい、それが一番近いかなっていうのは感じていますね。はいはいはい、おー、あったけー。今そうですよね。じゃあ7年後まだそうであると信じられますか？今年の夏そうか、そうなりますかって言われて、自信持ってそうなるでしょうって言えないですね、正直に言うと。それはなぜですか？そう言われると難しいです。言葉にできるかどうかがわからない。でもこれってスタッフと参加者、しかも観客なわけじゃないですか。はい。まあスマブラも観客とエントリー勢別にいるんで、スタッフと、まあ、参加者観客、別々じゃないですか。これ一体感があるかどうかだと思うんですよね。そこにかかってると私は思っています。そうですね。っていうので、テヌヘさんとタコマさんどうでしょう。7年後みんな会場崩壊したら、うん、会場崩壊したら運んでくれると思いますか？モニター、あースマブラの大会、僕は今はもうしないんじゃないかって思いますね。僕が行ってる大会がもう上がり火だけっていうのもありますけど、うんうんうん、視聴者のワッチさんから、アメリカでは今では無理といったツイートを海外トーナメントオーガナイザーがしているのをよく見ますということですね。へ、うん、いやそうでしょうね。車でもブラウン管運んでくれないですよね、今現代になればなるほど。確かに、最初今日のプレゼンの最初に出しましたけど、昔はやっぱ一体感があったよね、うん、でも今ってクオリティが上がるにつれ一体感下がってませんかっていうのは、私ちょっと怖くなってます。クオリティと反比例してるのか僕ははっきり分かっていなくて、はい、僕はコロナのせいかなって思っています。アルティンジャパン特にオンラインだけでやるのが2年くらいかな、2年半くらい続いたと、うんうんうん、でそれとちょうどよく視聴者がなんか数倍みたいなレベルで増えたんですよね。で、まあ、新規に新しい RTA する人も見る人もすごく増えた。で、
いい意味でも悪い意味でも一般化したっていう経緯があり、そのすごく分厚いオンラインしか知らない層っていうのができたんですよ。はい。で、多分それが今までこう2016年から2019までこう少しずつオフライン大会として育ってきて、ある程度単価あったものが、そこにこう分厚い層ができたことによって不安になってるのかなって僕は今ちょっと思いました。人元感というか分厚い層って、視聴者が増えたっていうの原因あると思うんですよね、はい、私は。はい、はい、コロナで視聴者増えたじゃないですか。まあ、コロナでなんかそういうふうに断定するのも良くないですけれど、因果関係は認めないとしても、2020年3月以降大会の視聴者って増えたじゃないですか。はい、そうですね。これはカウンターストライクでも、まあ、リーグオブレジェンズとかでもそうです。まあ、一般的に増えているので、増えたことによって、あ、このイベントすごいんだって思う距離感って増えたと私は思います。なんか憧れ、コミュニティへの憧れ感がなんかちょっと持つ人が増えている気はしますね。本来は地続きで同じ存在であるはずなのにですよね。はいはい。まあ、じゃあまだ他にも議論があるんですけれど、その後 APEX が崩壊したので我こそは最高の大会を名乗る大会が増えました。まあ、ザ・ビッグハウスとか、まあ、ジェネシスとかフロストバイトだとか、多分現代みんなが知っている大会って APEX 後に出てきてるんですね。まあ、ビッグハウスだけ例外で前からあるんですけど、まあ、プラデラックス専用大会だったのが、ジェネシスが滅んだことによって Wii U もやるようになりました。ジェネシスじゃねえや、 APEX が滅んだことによって Wii U もすることになりました。で、もう一個の議論っていうのは、じゃあ今の人って既存の大会を自分の手で変えられるっていう実感ありますか？つまりその今、じゃあ今やってないですけど、梅村のスタッフになってこれをしようって思う人いるんですかね？もしくは自分で新しい大会始めて世界最高の大会を作りたいって思う人いるんですかね？というのを、小松さん、テレイさんはどう感じますか？結構これは今も昔も変わらず、はい、ちゃんと熱意と行動と結果があればいくらでも変えられるのは変わら、今も昔も変わらないかなとは、はい、変えることは思いますね。できると思います。ただ既存の大会をっていうところで言うと、昔よりもかなりハードルは高くなってる気はします。だったら自分で作って、なんかやりたいことを決めた大会を作った方が、はるかにいい、やりやすいのかなとは、とも思います。はい。新しい大会を作る方がむしろ楽であると。はい。はい。同じ力を使うのであれば。うん、これはありますね。実際これはあると思うんで、ご覧の方で興味ある方と、新しい大会作るの結構楽ではないんですけれど同じ力を使うなら結構おすすめです。で、じゃあおいしんさんもなんかこうご自身の周りで、まあ、じゃあ RTA とかなさっていて、はい、なんでしょう、こう既存の大会を自分の手で変えられるっていうなんか自覚がある人がどのぐらいいて、新しい世界最大イベントを作れるっていうなんかこうそういう気概がある人いるかどうかって、なんか実感ありますか？どう言えばいいだろうな。RTA の大会ってその明確にこう、例えば、まあ、スマブラ勢がそれがだけが基準とは言わないですけど、例えばエントリー人数が何人か明確な基準だったりとか、はい、みたいなものが全くなくて、
まあ一つ視聴者数とかいうのはありますけど、それを除いたらあのいかに自分が楽しいかっていうところで完結することが多いんですよね。はい。でそういう意味だと最強の大会を作ろうみたいなモチベーションが、そうなんていうの、スマブラとはちょっと違う、もっとこっちの方が楽しいでしょみたいな大会とかイベントを作るっていうのは、あのとても今たくさん生まれていて、はいはいはい、そうですね、今年のゴールデンウィークでもオフラインのイベント3個ぐらいあったのかな、うんうんうん、2個かな、3個、そんなに、はい、でそれぞれがなんていうかこういう風な方針でイベントをやろうっていう風なものを明確に持っているのは聞いていて、そういうものでなんというかそれぞれがこイベントとはこうあるべきだって、こういうイベントがあってもいいんじゃないかっていうものをそれぞれ思いで作ってきているっていうものがたくさん たくさんっていうのが分かんないですけどポツポツできてきていて、それはこ RTA の界隈ではそれがこの合致するんじゃないかなっていう感じは、いい状態ですね。なんか私が考えるいい状態です。そうですね。っていうふうに僕の主観的な視点では見ています。思い出したんですけど、BGM つけてなかったからつけ直さなきゃ。大事大事、もう真面目パートというかなんだろう。非常時パートは終わりましたからね。あのBGM つけといた方がノイズが目立たないんで、はい。なるほど、はい、これ技術的な理由なんですけど、この空気を私は7年後も維持しててほしい、まあ、APEX2015 が7年前だったんで7年後も維持しててほしいなっていうのが私の今の考えです。そうですね、まあ、永遠に増えるわけないじゃないですか、無限に、はいはい、それって、まあ、いつか来るとは思うんですよね、うん、なんか例えば、まあ、海外の RTA、まあ、スマブラとかもそうかもしれない。例えばスマブラのなんか大きな大会、さっき3つ並んでましたけど、はい、あれ以上増えるのかみたいなのって空気あったりするんですか？アメリカはどんどんむしろ今カオスになりつつあり、まあ、コロナで、え、いやなんか大会の数増えてますよね、アメリカ本当。へえ。コロナで移動できるかどうか分かんないみたいなのもあるんで、なんか今むしろ始まって今後の生き残りにかけてるみたいなとこあるんじゃないですか。あーロータイドセリーとかメインステージとかなんかそういう系のって前は知らなかったじゃないですか。そうっすね、ここがどんどん名乗りを上げてきてるので。なるほど。まあ新規参入側からしたら、まあ今なのは間違いないですよね。うん。一旦リセットされた状態。はい。だと思っています。はい。なるほど。確かにそれに近いかもしれないですね。まだアルティンジャパンもオフラインできるのかなみたいなくすぶってる状態で、よしやるぞ自分はみたいな感じでいろんな人がやってくれているっていう状態。うん、ただ7年後って言われるとちょっと、うん、どうでしょうって思ってる7年後、うん、今ティアリスト今回変わってそうな気はするけどな見たじゃないですかティアリストの存在、5年前のティアリストですね、はい、あれ、うん、あの時って、まあ、ティアリストいろいろ叩かれたりとかいろいろ言われながら作ったじゃないですか。ちょっとあの時点で3年後に見たらこれ面白いよねって言ってたんですよ、はい、あの頃こうだったよねって言ってましたね。ルイージとかクッパの位置が面白いみたいな。そう、クッパは僕がポジコンしたからですよ、ポジキャンしたからですよ、うん、でもまあこういうのもその2022年に今こういう話をしといて、いや7年後も一体感持っててほしい、みんなゲーマーが自分たちのゲームの大会盛り上げる意識、なんか世界最高の大会を自分で開く意思を持っててほしいっていう、もう7年後に見た時に、あこの時こんなこと思ってたなってなんか感じて、いい思い出になっててほしいですね。なるほど。そうですね、
想定していないいい状態になってるかもしれないし。お、ぬくぬくさん早く言いますか。よし、全然いいですよ。これどうやって紹介したいれば、多分リンクをぬくぬくさんに送りつければいいと思います。招待送りつけました。 SHIG の一瞬で入ってくる。お疲れ様です。はい、お疲れ様です。すいません、配信見ておりました。はい、一応自己紹介をお願いします。はい、かがり火主催のぬくぬくと言います。すごい今見あの通話といいますか配信見てて思ったんですけど、本当その通りですよね。なんか今本当に出来がいい大会増えてきて、それ自体は本当にいいことなんですけど、なんか地続きの感覚ってやっぱりこのままだとちょっと薄くなってくるような感じが本当にしてるんですよね。コミュニティ大会ってそういうの本質じゃないですよね。なんか豪華だからいいみたいな、そういうもんじゃないですよね。なんかそこにある人間たちで、そこにあるものを使ってなんか何かをその形にしたみたいなのがコミュニティ大会の本質じゃないですか、多分。はい、まあ、存在することが本質ですね。はい、そういう寄付って本当に意識して残さないといけないとすごい思ってるんですけど、はい、どうでしょう。なんかやっぱり憧れた、安心して憧れたいっていう層が本当に多いと思うんですよね。なんか視聴者と参加者の間に多分壁があるんですよ。その参加しないで見てたみたいな人が結構いるんですよ。私は、いろんな哲学者に詳しいんですけれど、すごくいい言葉があります。はい、尊敬とは、尊敬、憧れとは理解から最も遠い感情だよ。それはもしかして、これはブリーチの言葉です。どうでしょう、何か哲学者に詳しくない僕が何かあーってなったの、そういうことか。僕今あれってこれアイゼンじゃんって。はい、アイゼンじゃねえかよ。はい、でも本当にそうだと思います。うん、まとえている。次のスライドに、なんか用意しておいた次のスライドに移ったんですけど、まあ、今の大イベントがダメなわけじゃなくって、まあ、RTN ジャパンさんとかガリビさんとかがダメなわけではないし、企業イベントがダメなわけじゃないですね。 VCT とかがダメなわけじゃないんです。でもシーンが10年続くためには、いや VCT とかいやダメでしょみたいな、そういう舐めた姿勢、この闘争心がある大会運営が出てくる、うん、なんかそのマインドが必要だと思っています。私は本当ですね、はい、反骨精神。私もだってあの陰でその表では言ってませんでしたけど、その2019年以前は、いや梅村以外大会じゃないですからねって言ってましたからね。でもなんかこれは海外含めてってことですか。はい、なるほど。もうなんでこれはその梅村以外がダメっていうのじゃなくて、その大会運営は全員自分の大会以外は全て大会じゃないっていうぐらいの根性でやってほしいっていうふうに私が思っています。まあそれはどういうことにつながるかというと、あの自分の大会はここがいいで、こういう目的でやってる、でそのためにその目的のためにこういう手段で実現してますみたいな、その辺を考えるきっかけになるんで、大会の優劣自体はどうでもいいんですよ。その事実自体はどうでもよくって、あのまあ自分の大会だけが大会ですよみたいなぐらい強い意志を持つと、貴族意識、はい、なんか自分の大会のいいところ分かるよねっていう、そういう風に私は考えてます。はい、まあ、なのでこのスライドモチベーションが一番ですよね。はい、なんか文脈とかコネとかそういうなんか社会的な動向じゃなくて、本当にモチベーション、情熱ですよね。はい。モチベーションを思ったんですけども、はい、あの結構いろんな人がいろんな大会を掛け持ちしていると認識しているんですけども、スマブラ勢ですか。はいはい、うん、まあ、まあ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 そうですね。なんか2つに割れちゃいませんか、自分が。それはどう付き合えばいいんですか。
まあ、大会によってコンセプト違うのが重要だと思います。なるほど。で、果たせない目的を別のところで果たすのとかも、まあ、必要なんで、まあ、それだったらまあ大会はこことここしか大会じゃないみたいな風に言い訳が変わってくると思うんですけどそういう風に考えるというか、まあ、こっちにはこのメリットがあって、うん、こっちのこのメリットがあるからこれが独自性でアイデンティティですみたいな。はい。なんかみんなオフィシャルっぽい感じ目指してませんか？なんかみんなそのとりあえずでかくしてなんかオフィシャルっぽい大会をみんな目指してるような感じはしますね。他のゲーム、はい、スマブラじゃないゲームの方がその傾向強いと私は思います。あ、そうなんですね。でもなんかオフィシャルの大会、例えばじゃあスライド戻りますけど、スライド戻りますけど、その APEX って配信画面全くオフィシャル感ないじゃないですか。はい。これスマブラの要素一切ないじゃないですか。そうですね。でも最近だとじゃあですか、バロラントでコミュニティイベントやりますとか、あったとしても学生向けの大会だとしても、そのデザインバロラントに寄せてたりするじゃないですか。で、それが悪いことじゃないんですけど、はい、全然悪いことではないんですけど、あの、むしろそういうデザインのこだわりってかっこいい部分だと思うんですけど、私の感覚なんか覚えづらくないですか？うん、ああ。だからそのオフィシャルを目指す大会が複数あった時、このシーンになんかあの大会もこの大会もロゴ似てたなみたいな。確かに、うん、個性が全部同じじゃないですかって、はい、うん、みたいな、まあ、それもジャンプですけどっていう風に私は思ってるん で、なんかその辺の話ってそのアメリカのスマブラ勢から教わった教えなのでだからエーペックスとかジェネシスとかその辺もみんな違うデザインしてるでしょっていう、これ大会のオリジナリティをアピールするためだよっていう、ね、この辺ですね。この辺の大会みんな違うデザインしてるよねって言って、まあ、だからオフィシャルに寄せること自体はなんか悪いことじゃないんだけど、まあ、自分のカラーってあるよねみたいな、まあ、そういう、もちろんあれですよ、あの公式大会運営してる方だっていらっしゃるので、そういう方はやっぱりゲームに寄せるのがセオリーなんですけれど、でも印象に残ってもらうためにはあえて寄せないで、あえて寄せないというか、あの自分の大会のコンセプトあるんだったらそれを表現すべきですよねっていうのが、その大会を食った姿勢というか、その大会の打倒意識ですよね、これが、はい、だと思ってます。なんかその辺ちょっと僕意見が違って、はい、なんかその辺の打倒意識とかって結局競合相手がいる場合じゃないですか。はい。でそれってあの東京とかだったら、同じ東京エリアである大会とかでそうやって打倒意識とかは多分自然とできるとは思うんですけど、はい、その東京対地方になった瞬間にそれって多分そのレベルの話にならないしできないと思ってるんですよね。すると、なんで、別に打倒意識は別に必須ではないかなと。はい、別にまずはだし、なんだろう、そもそも地方ってオフに行くのを諦めたオンラインプレイヤー結構多かったりだとかしてて、うん、そういった人まず書き出すのが地方大会の役目なのかなって最近ちょっと思ってて、だから別に最初からこういったものをなんか重く感じるんじゃなくて、まずその自分の地域に大会がないんだったらもう雑でもいいから一回とにかく作るとか、はい、あとはまあないんだったらそもそも自分がやりたいのにないって状態になったらなおさらまず大会が存在することでまあ楽しい、まあ僕は楽しかったですけど、はい、とかそういうことが起こるんで、別にそこまで深く考えなくてもいいのかなと、地方の人は、はい、そうできた前と、そう、そのチャットのアイキさんも言うとおり、そうできた前とできしてからで全然変わっ、そこら辺は変わっても気づいたらやって打倒意識が、はい、とかでも全然いいと思いますけど、うん、最初から別にそんなこと意識しなくてもいいのかなとは思います。はい、
私もそう思います。なんか最初は存在することが、なんか前提として存在することが一番大事だと思います。だからなんかハイクオリティ、はい、その公式に近いハイクオリティを目指すのがいいことではない。まあ、もう存在すること自体が正しい、なんか存在すること自体が嬉しいだと私も思ってます。はい、なんか一層もうめちゃくちゃ雑な太鼓をもう堂々と開いちゃえばいいんじゃないですかね。いやそうなんですよ、うん、まさに今僕ちょっとその手の大会考えてて、ちょっと議論のあれとテーマとは考え離れちゃいますけど一回選手コミュニティに対してもうがっつり協力を投げかけたような大会、なんか実験的にやってみてえなって。なんか96人規模とか80人規模とか全然いいから、例えばもう運営人数をもう極端に減らして、もう配信もしません、設営も例えば持参じゃないな、なんかこう参加者の人に机1台椅子2席モニター1枚この何番のところ組み立てたらもうそこでフリー始めちゃっていいですよみたいな、3人1組でそれやらせるみたいな。いやもうでも全然回りますよそれでも。そう、もうみんな経験高いから。ただそれって結構なんだろう、本当にこっちは関与しないレベルで本当にできるのかはまだ確定というか、なんか結果はないじゃないですか。だから一回そういう意味でガチでもう進行の最近だとスマッシュじゃなくてスタート GG の結果入力とかもうほんとこっちではもうやりませんって、もう各自でもうやってくださいみたいな、もうこっちで運営がやるのはもうトラブルシューティングだけですみたいな、もう全員マネージャー渡して、そうそうもう性善説でもう全てを投げる大会やりてえなーって最近思ってます、ここ1週間。いや、セミですね。ゲストが増えました。でちょっと縦に長くなりすぎたのでこれ用のスライドは用意されてないのですが、まあはい、このままいきましょう、はい、アムサさんとワッチさんですね、はい。まあ、プレイヤーの、アムサさん、よく大会運営をなさっているワッチさん、メインはスマブラデラックスですけれど、はい、お越しいただきました。はい、ちょっと遊びに来させてもらいました、プロゲーマーアムサです。同じくお邪魔しております、はい、もうバッチリ。もう APEX2015 の話題見かけてもう飛びつきましたねで、まあ、ちょうど私は海外の大会に今結構行ってるので、もう大会の話題ってなかなか面白いなと思ってちょっと参加もさせてもらいました、はいはい、というのもですね、まさに、海外で企業ががっつり入ってる大会一つありまして、これがスマッシュサミットっていう大会になります。はい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 、うん、でこれなんですけども、何かこう、なんか総選挙のような仕組みなんですよね。グッズを買って投票権獲得して、で好きな選手に投票して、で16人の招待制の選手で競い合うみたいなイベントになってるんですけれども、元はこのビヨンド・ザ・サビットっていうところがドータ関係の、はい、ドータ2の招待制大会、もともと見てました、はい、だったんですよね、はい、でそういうのもあって、なんて言うんでしょう、今スマッシュサミットでデラックスでも第13回まで終わってますし、アルティメットの SP の方だと今第3回終わって次第4回っていう流れで、だいぶコミュニティに貢献して大会やってるんですけども、今コミュニティからまだ受け入れられてない大会になるんですよね。うんうん、で、うん、これ面白いのは具体的にどういうところかというと、そのまあ入ったお金は結構クオリティ大会にクオリティを上げるためのところに結構使われてるんですよね、給料であったりとか、はい、そういうところが問題になって、それってコミュニティの大会って言えないよねみたいなところでちょっと炎上したりしてました、ね、ガチ e スポーツのドータ2、はい、からそのなんでしょうね、そことスマブラの温度差はありますよね。実際そうですね、実際運営してくれてる分にしては我々からしたらすごく選手目線ではありがたいんですけれども、じゃあコミュニティ目線からしたらどうかってなった時に、スマブラコミュニティからお金を持っていってるんじゃないかみたいなこう見え方になってしまって、何かこう
なんかコミュニティに受け入れがたい存在みたいになってる。うん、やっぱその辺、難しい、はい、その辺もうすでになんか議論してるのはやっぱ早いというか、はい、こう、ま、プレイヤーが目をつけてるんですね、そういうところに。そうですね、だから企業が入ってでかくなったからといってそれがベストな大会、まあ、最高の大会が何かっていうのは難しいんですけど、なかなかコミュニティ受け入れられるとはまた別になっていくっていうところはあるんです。なかなかね、ワンオンワンのゲームで招待制がこう天下を取ることってなかなかないですよね。難しいですよね。スマプラ SP だと日本で成功した例といえば、ケプトさんの、EPI、 はい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 、あれなんかはかなり成功を収めたと言ってもいいんじゃないかなと思ってますね。やっぱりコミュニティの人はそのまま主催をやっていい感じで大会盛り上げるっていうところでやっている。ちょっとサミットと条件が違うなって思うのは、サミットってコロナ前もやってて、はい、多分今後も続けるじゃないですか。はい、EPI ってコロナ中に始まって、コロナでみんな動けないしやるかっていうのがあったと思うんですね。これケチをつける形になっちゃいますけれど、でもなのでコロナ後までこう続けられるかどうかっていうのが、サミットと EPI を平等に測るならその条件は必要だと私は思っています。まあ、でもまあ実際うまくいってるんですけれど、その EPI は、はい、そうですよね。あとはサミット以外にもそういう招待戦大会を、アメリカやってるんですよ、他にも。はいはいはい。でもなんか盛り上がりかけますね、まあ、よくわかんない人が招待されているとか、あんまりそうですよね、はい、はい、ブランドがつかないというか、これはだんだん複雑な話になっていくんですけれど、その納得感がない、代表に納得感がなかったら自分たちのこう代表である意識なくないですか。そうですね、帰属意識というか、よそ者が来たっていう感覚は強いんでしょうね。だからなんか国会とか議会とかと一緒じゃないですか。自分たちの代表である意識がないと、ここになんかつながりを感じないみたいな。自分が影響を及ぼしてる感じがないみたいな感じですかね。なんでなんでしょうね。理由は分かりませんが、サミットなんか明らかにコスパもいいし最高の待遇を受けてるので、選手からしたら本当に最高の大会なんですけどね。で実際視聴者もある程度いるにもかかわらず、そういう声がたくさん出るっていうのはなかなか面白いっていう言い方で、民主主義が発展してるからですかね。わかんないですか。北部いるような感じですけど、なんか過酷なことを聞きますけど、はい、おいしんさん RTA でイベントをやる場合、はい、応募選抜型と招待制型で何か文化の違いはありますか。うーん、痛いところ言われましたね。はい、これだからやっぱワンオンワンの一人競技って選抜型招待制、やっぱ公募選抜型、そのスマブラもまあ基本は公募選抜型、はい、誰でも出られて生き残ったやつだけが行けるみたいな、はい、上に行けるみたいじゃないですか。はいはい、もう招待制には今アムサさんとの議論で出てますけれど、何かが、はい、何かまだ心理的なハードルがある現代の大会で、じゃあ RTA 勢はどうなんすかっていう、その招待制のイベントと応募選抜型のイベントで何か温度差ありますか。招待制のイベント、招待制のコミュニティイベントってあったっけな。いや、コミュニティイベントじゃなくてもいいですよ。何かコミュニティイベントでなければ超会議というものがありました。超 RTA ブースという直近でありましたね、はいはい、僕はなんか関わってたりしたんですけども、でその時には、うん、というか分かんないですね、うん、直接関わっていたのででもなんだ部外者がやってるなって思われたくないなと思いながらやっていました。
こういう、なんか心理的に運営するがそうなりますよね。部外者やってると思われたくないなになりますよね。なります。であのすごく自意識過剰かもしれないですけど、僕が会場にいてなんか運営のちょっと端くれみたいなことやってるの見て安心してくれたらいいなともちょっと思っていました。うん、あのあれですね、なんかここにいる人たちも微妙に党会議と町会議絡んだことがあるあメンバーなので、まあ、そういう風に感じてほしいなみたいな、ね、いや僕は党会議絡めてないんで、いや僕らは僕は党会議はぶられたんで、決勝戦の運営とかもしてたんでね予選だけではなく、はいはい、かそうですね、あれ、うん、テネヘさんには気の毒でしたが、はい、ただ RT 大会って結構招待するのは難しくて、はい、あのみんな気分でゲームやるんですね。あの、はい、例えばこの人プロゲーマー、このゲームのプロゲーマーみたいなのがはっきりしている世界って全くなくて、ね、まあ本当にもうそのゲームだけずっとやってる人ってすごくちょっとだけいるんですけど、はい、基本的に気分なんですよ、はい、だからあの あの人できるかなというふうに声をかけても無理っていうことが結構たくさんあったりします。でそういう意味で招待をする大会をするのが大変、もそもそもすごく大変っていう世界ではあります、ね、なるほどですね、はい、だからそこら辺スマブラってどうなのかちゃんとは知らないんですけど、うん、みんなスマブラしかしてないっちゃしてないんですけど、はい、スマブラの招待制大会も実際難しいところがあります。うん、ただ単に強いやつを16人選べば招待制大会として非常に、まあ、妥当性のある大会なんです、はい、でもそれをすると全招待制大会のメンツが一緒になるんですよなるほど。じゃあなんか招待制大会って1個しかできないのかってなると、まあ、そうではないはずで、じゃあコンセプトとか決めてこの人たちを呼んでいきましょう、こういうコンセプト、じゃあこのキャラ使いとかこの作品からで集めましょうってなっても盛り上がるとは限らないんです。だから面白いってなると今日出てきた内容で言うとベッフェン対チリンドゥード。これが多分今のところスマブラでできているいい形、唯一のいい形でこの2人ですね。あの同じキャラ使い で同じ色、同じカラーバリエーションを使う、はい、負けたらやめる負けた方が譲るっていう魂をかけた合体制、はい、これならやっぱ見る側も意味があるじゃないですか。うん、そうじゃないと見ないですよね多分スマブラの招待制って、うん、いうのがなんか私のその私の場合あのちょっとなんか獣道みたいな名前のイベントとかをやってたりしたので違うゲームのちょっとそういう考え方をするタイプの人間です。招待制だからこそできる縛りとかそういうものを活かしていくっていうこと、はい、ワンオンワンのゲームでは。なんか文脈が欲しいですよね招待制となると。 はい、そうじゃないとただのシード順になってしまうので、その大会主催し招待制を主催している大会がの考えているシード順でスケジュールを抑えて来れる人順になってしまうので、うん、まあ、大体文脈が欲しいっていうことで、まあ、例えば文脈の一つとしては最近活躍している選手、まあ、通常のシードだと、上からではないけれどもつい最近の大会結果という形だと、まあ、上の方に来るからっていうのと、まあ、あとはまあ単純に全員の応援を受けている人、まあ、今注目を浴びている人っていう、なんか文脈がないと厳しいねっていうのは絶対あるので。それは誰ですか？
そうなんですよ。だからそこをうまくその肌感でちゃんと取れる人と取れない方が多分いると思うんですよ。その肌感っておそらく昔から界隈にいるとなんとなく感じ取れるみたいなのがあったりすると思うので、うん、まあ、そこがまあ何ていうんですかね、昔から何ていうんですかね、界隈にいる人はおそらく肌感が我々と一緒だろうからという、何ていうんですかね、無意識の、無意識ありますけど。ですかね。まあ、あとは仲間意識みたいな色眼鏡もあるかもしれないんですけれども。で、大会の数増えちゃうと戦績がばらついて、そういうのも分かんないですよね。そうなんですよね。なんで、今、まあ、実際、私も今ちょっと関わっている、インビテーショナルっていう招待制大会に、日本からアコーラ選手とアシモ選手が行くっていうので、はい、あるんですけども、あれは多分つい最近のかがり火で優勝、はい、準優勝されたかっていうのと、あれはでも、まあ、新しく勝ってる方々っていう、はい、アコーラさんが3連覇かな、無敗3連勝なさってるからいける文脈だと思うんですよね、はい、そうですね。なのでこれが本当に文脈で、でこれは多分主催の方、予想してないです、はいはい、これは運が良かったです、うん、主催の方が、うん、なんですけども、そうですね、これで MK レオやアコーラさんみたいなのが出てくるのを待たなきゃいけないわけですよね。そうなんですよ。そんななんて、うん、なんかそこがさっきの、チリンデュードとベッフェンに戻ると思うんですけど、あれはまあ前後のツイッターでの言い争いっていうコミュニティの中にあった文脈があるので、はい、おそらく成立していると思うので、そこを拾えるか拾えないかかなっていうのもあります。絶対何か火種は絶対落ちていると思うので、いつも、うん、まあ、この2人いつも同じ位置で当たるよねとか、まあ、当たらないまま同じ順位を取っている2人だよね、同じキャラを使っているよねっていうのって、おそらく昔からコミュニティにないと気づけないところだと思う、まあ、し、まあ、ぶつかってないからこそ、あ、ぶつかったらどうなるんだろうっていう、トラとライオンどっちが強いみたいなものもあると思います。トラですね、はい、そうですね。なんで、まあ、そういうのってやっぱり長くいないとわからないので、なんかまあ前の企業はなんか分かってなさそうだなって勝手に思っちゃうのも、そういうところがあるのかなって気はいたします。で、ね、今日なんか大会運営の側の人たちばかりの話だったんですけれど、はい、まあメインの今日の目的としては、今日のメインの目的としては、こっちでこれですね、皆さん大会会場が崩壊したらモニターを運んでくれますか7年後も大会会場が滅んでもモニター運んでくれますか、これがなんかスマブラ勢の元来の姿だったんじゃないですかっていうのが今日の元の話なんですけれど、はい、はい、なんかそれで思ったのが、はい、なんか日本人平和ボケしすぎてて、言ってもなんかそれなってもなんかフリーする人間いるんじゃないか説、現状崩れてるんですか。いや俺結構自信ありますよ。日和みというか、なんかこう平和ボケというか、フリーしてるやつ何人かいてもおかしくないんじゃないかつつ、警察には弱いんじゃないか、どうでしょう、警察には弱いんじゃないですかね多分、まあ、僕の場合かがり火しかもうここ数年大会行ってないからあれですけど、人多すぎて多分ケース入ってきたの気づかない説とかはありそう、気づかないのはありそう。僕らもエーペックスから脱出するのに30分ぐらいかかりましたからね。はい、いやなんか状況わかんないけど、なんかみんなわたわたしてるけど、なんかとりあえず振りすっかみたいな人、うん、一人は絶対いるんじゃないかとは思います。30分ぐらいかかるとは思いますけど、ぬくぬくさんどうでしょう、あの7年後も運んでくれると思いますか。運んでくれると思います、これは自信ありますよ。あの浜町館の天井崩れたらみんな手伝ってくれる自信ありますね。あるし、もうこれから先はそういう空気を本当に残していきたいですね。残していきたいです。今も結構本当に設営も撤収もめっちゃ手伝ってくれてますんで、本当にもうゴミも本当ないですからね、スタッフのゴミ以外。ゴミってあれなんかわざと捨ててるやつ一人もいないと私は思ってますから。そうですね、本当うっかり、うっかり忘れるやつの意識をどう刺激するかだけだと思ってるんで、うん、実際に大会会場した
会場が崩壊して、会場から去った自分が言うんですけども、そうですね、アムサさんも現地勢ですから、はい。お客さん側だと、モニターを運ぶ側で行くのは無理です。私なんかは例えば日本からApex という大会に行きました。でなんかサイレン鳴ってるなっていう状況だったので、その時にモニター運んで協力とかは無理ですね。そうですね、はい、その時何があったんだろうって思いながらホテルの部屋に戻って、周りの人とフリー対戦してました。さすがに海外遠征組は厳しいとは思います。そう、まずそこは 100% 無理だと僕も思いますね。そこはきついですね。なんでそこの大会運営とその周りの地元のプレイヤーたちがまず率先してやっていくんじゃないかなとは思いますね、はい、過去の大会であったりとか、うんうん、頼らないといけないですね、うん、今回は、まあ、一応22時までなので、早と皆様、結構ポジティブな意見が多かったですが、うん、APEX2015 をなんかいつも思い出してください。こういうイベントがありました。そして7年後も、7年前だったエーペックスですが、7年後もマブラ勢はモニターを、会場が滅びたらモニターを運んでくれることを信じて今日は終了しようと思うんですが、うん、メインちょっとこれだけ多分、はい、きっかけ用意するだけで本当に違うと思うんですよ。運営側なんか主導する側がやっぱり人間ってその後につなの続くので、なんかそういうきっかけを作るだけで本当に全然違うと思いますね。会場を壊すということですか？いや、ちゃんとオリマーがいて、我々ピクミンをいかに先導するかですよね。日頃からなんかちっちゃいそういう機械をなんかゴミみんなでちょっと見てもらえますかみたいなことを言ったりとか、まあ、全員一度は何でしょう、16人以下とか32人以下の大会に参加した経験を持ってもらうとか、そういうのが大事ですよね。はい、はい、まあ会場を壊す会場を壊すではなくてまあはい、ではまあこういう内容になるんですが、じゃあ今日のメインだったタコマンさん、テヌヘさん、どうだったでしょう。こうなんか今日気になった点、いや言っておきたい点ありますか？いやー、まあ少なくとも2015のがどれだけやばかったかっていうのはもうこれで伝わったとは思うので、まあ歴史は繰り返さないように、まあ皆さんもこういう大会があったからもうそれには戻らないようにする意識あれば芽生えてくれればいいなとは思います。はい、予想外の雪が来るかもしれないんで、その時は頑張りましょう。はいはい、はい、人間で解決できることは未然になるべく頑張りましょう。雪がすごかったらということもあるかもしれないです。はい。そうっすね。はい。けどなんか、まあ、ちょっと議論になっちゃって申し訳ないですけど、なんかこう最近のスマブラ大会、人がどうこうするじゃなくて、最悪なんかちょっと立場ある人、金と立場持った人間が助けてくれるんじゃないか説かなって、うん、最終的には、うん、本当に思ってます最近は。はい。はい、そんな感じです。うん。コマさんは、まあもしなんか日本の大会でなんか会場が崩壊した場合、まあちょっとまあ小規模な崩壊でもやっぱみんなちゃんとその意識持ってくれるといいなと思いましたね。さっきの小規模な崩壊ってなんすか？いやまあほらなんかとんでもない崩壊とちょっとした崩壊ってやっぱ違うじゃないですか。さっき言った通り、そのなんか天井がくん天井がちょっと崩れた程度だったら、そのなんか気にせずフリーする人なんかいそうみたいな話したじゃないですか。はい。まあ多分一組くらいはそういう人いると思うんですけど、まあ最悪まずいことになるんで、なんか真っ先に走って逃げてくれると、逃げてもらえる意識、まあやっぱついてもらえるといいなって思ってます。うん。まあ、事故に遭わないと、遭わないことが一番なんですけれどね。ここ最近やっぱり e スポーツ事故あんまり出会ってないのでe スポーツ事故ですよね。多分最近あんま大事故ないっすよね。聞かないっすね。あれ、うん、ああそういえばありましたね。
聴者の春木さんから梅村でエアコンが壊れた時、これは本当に地獄でしたね。はい、あれは2019年、はい、地味かつ強力な事故ですね。あ、まあ、大会のトラブルといえば配信を優先したがために違うな、会場を優先したがために配信できなかったケースが前ジェネシスでありましたね。ありましたね、うん、配信を優先する会場のルールを優先するかみたいなトラブルはちょこちょこ海外側で起きてます。あとは、EGLX っていうカナダの大会が昔あったんですけど、はい、その会場でもう会場の終了時間が終わってるにもかかわらず大会がまだ終わってなかったっていうので、外、まあ、雪降ってたんですけども急に外の、搬入口が全開になりまして、はい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 、会場が一気に冷え込んでもうトップ4でプラップたちがもうプルプル震えながら対戦してるっていうところはありましたね。皆さん時間は守りましょう。大会なんか結構海外の大会については思うことはよくあります。最近ダイバーシティだったんですけどね。はい、ではホイシンさん、ホイシンさん何かありますでしょうか。この今表示されている一行事前に言われていたんですけど、はい、全く APEX2015 のことを知らずにこれだけ言われてたんで、はい、物理的な崩壊だと思っていませんでした、はいはいはい、っていう感想を今持っています。はい、普通になんかこう大会がなんかトラブったのかなみたいな思っていました。はいはい、物理的です。はい、そうですね。でなんかこう、あでもなんかすごい直感的に勝手に似てるなって思いました。うん、完全に部外者から見ていると、はい、そうですね。はい、まあ、だと思ってお呼びしたんですけれども、そうですね。はい、本当にそれはありがたいというか、はい、すごく。勉強になったというか参考資料が増えました。7年後も似た状態だと、お互い似た状態だといいですね。そうですね、ということを信じて、今日は多分こんなところで、はい、まあ、縦に皆さんが長くなってしまったので、アイコンが高く伸びてしまったのでちょっと急遽このスライドで、はい、いきますが、はい、本日その、まあ、シグネチャー初めてやってみましたが、こんな風に、過去こんなことがありました、これってスマブラ勢はこういう民族だったよねという話をする回です。はい、まあ、いろんなことを思い出していろんな未来への話ができたと思います。というわけで、まあ、第1回モチベがあったら第2回しますが、はい、本日は皆様ありがとうございました。動画化するのでちょっとお待ちください。それではまたお会いしましょう。それでは、配信はここで失礼いたします。皆様さようなら。ありがとうございました。さようなら。さようなら。